愛情を込めて手入れした庭を公開するオープンガーデンが町内で開かれました。オープンガーデン in 高浜は町内のガーデニング愛好家らが毎年開いているもので、個人宅やお店、公共施設などの庭を一般公開しています。6回目の今年は新たに3カ所が加わり、合わせて17カ所の庭が公開されました。ね、みんなもうお庭やお花が大好きで、自分だけでも楽しいんですけど、お友達たくさん集まってお庭のことをしたりお話ししたりするともっと楽しくなるっていうことで、一般の方に公開させていただいて、いろんな方とつながれるのを楽しみに、はい、開催しています。好きな人ばっかりが集まるのでお話も盛り上がりますし、それぞれのお庭を楽しんでいただきたいと思います。